タケミは知らない徳島県の雑学。徳島県のすだちの生産量は日本全体の 98%。 やばすぎーって思いますよね。徳島県はすだち大国。徳島県民は味噌汁やそうめんにもすだちをかけて食べ、近所のおっちゃんからもらうこともしばしば。都心部の方にとってすだちって高級旅館に出てくるイメージじゃないですか。あの高級な酸味は徳島県が支えています。高評価登録よろしく。タケミは知らない徳島県の雑学。徳島県鳴門市の鳴門の渦潮は太鼓の音がする。って思いますよね。昔、鳴門の漁村の若者が海を潜っていくと異次元の世界に飛ばされ、そこには大きな太鼓があった。その太鼓を打つたびに潮が荒れ、鳴門の渦潮ができたというのがおとぎ話。実際は波の大きなぶつかり合いや海底の地鳴りなんじゃないかと、まだ詳しくはわからないそうです。知ってる人いたら教えて。あと高評価、チャンネル登録も。タフケミは知らない徳島県の雑学。徳島県は女性社長の割合が全国一位。すごーって思いますよね。帝国データバンクの調査によると、全国平均 8.3% の女性社長の割合が、徳島県は 12% と全国一位。古来より泡女、いわゆる徳島の女性は働き者で明るく自立心旺盛と言われており、今も強い女性が多い地域です。未来を担う泡女たちにエールを。頑張れー。高評価フォローよろしく。他県民は知らない徳島県の雑学。ベートーベンの交響曲第9番が日本で初めて演奏されたのは徳島県。って思いますよね。1918年第一次世界大戦当時、徳島県鳴門市の坂東捕虜収容所でドイツ兵捕虜によってベートーベン第9交響曲が日本で、いやアジアで初めて演奏されました。当時書院からの捕虜への処遇も良く、地元民と交流が盛んで大工の演奏へと繋がったらしいです。今もなるとは大工の聖地として飾り付かれています。高評価登録お願いします。他県民は知らない徳島県の雑学。徳島県民は強い子良い子と言われると海苔を思い出す。はーって思いますよね。これ理由があって、徳島県民なら誰でも知っている大野海苔という海苔の CM で、強い子良い子大野海苔という歌詞が出てくるんです。この大野海苔多分日本一うまいんで、ぜひ皆さん買ってみてください。マジでうまいです。